はい、こんばんは、モアです。今日はリクエストいただいたので、チトバラにまみれてのライブの音を Zoom の MS50G で作ってみたので、ご紹介してみたいと思います。はい、一応こんな感じの音ができました。とりあえず、何を使ってるか言ってきます。最初はまずノイズリダクションと、歪みは Z ボトム、それからブースター使ってます。アンプが FD コンボ使ってます。リバーブがモッドリバーブって読むんですかね、これと、あとラインセレクターは、音量調節用に使ってるだけなんでなくてもいいと思います。じゃあ最初からパラメータ言ってきます。ノイズリダクションは、まあ最低限でいいと思うんで、まあ、これは飛ばします。Z ボトム、これは一応パラメータがゲインが60、トーンが50、レベルが80です。でブースターはゲインが3、トーンが50、レベルが100っていう感じです。でアンプが、ゲインが7、チューブが35、レベルが95で、トレブルが42、ミドルが71、ベースが83、それからプレゼンスが60で、キャビネットが MS1959、4×12 です。でアウトがスタックパワーアンプです。はい、でリバーブです。デプスが15、ディケイが20、ミックスが20で、レートが20、トーンが5、プレディレイが30、レベルが95っていう感じです。まあ、これは好みでいいのかなっていう気がします。はい、一応細かいセッティングはギターとか演奏環境で変わると思うんで、あとは好みで、やってもらえば OK かなと思います。一応今回こんな感じで作ってみました。こんな感じです。よかったらチャンネル登録もお願いします。